私は大北義也です。私たちの教会の地域は宮城県の渡里郡、教会の所在地は渡里町ですけれども、選挙エリアとして山本町も含めて関わっています。恵泉キリスト教会戦乱チャペルと言います。昨日はもう夜遅くということもあって、またこの地域はお年寄りが多いので、もう皆さんは休まれていて、あたりも暗いような時間でしたけれども、激しい地震、揺れが起こって、建物の中、棚のものが崩れたりといった様子でした。人的な被害は私たち家族もまた教会に関わる方々にもなくて感謝しています。特に山本町は昨晩から断水が続いていまして、今日の午後くらいから一部地域では水が通っているところもありますけれども、まだ今の段階でも水が通ってない地域もいくつか残っています。私たちは礼拝を午後に行っていますので、崩れたものの片付けなどは午前中にすることができたことは本当に守られたと感謝しています。またこの教会に集う方々がやはり震災のことを少し思い起こして、ストレスを感じておられたり、あるいは昨晩にゆっくり休むことができなくて疲れを抱えた状態で礼拝に来られたということで、そういった面での影響はありましたけれども、礼拝自体に大きな被害といいますか影響がなかったということを感謝です。またかえってこういう不安になった時に共に礼拝をすることができたというのも一つ主の守りとして感謝しています。特に教会の多くの方が口にされていたんですけれども、震災の記憶が薄れていたところで、またその記憶を呼び覚まされたということで、本当に忘れないように、またそこから受け取っていくようにという一つの導きだったんじゃないかと感じている方々がされましたので、そのことを一つ付け加えさせていただきます。やはり水が止まって不都合を感じている方々が多くおられます。年配の方も多い地域ですので、そういった方々のライフラインが速やかに整うようにということを覚えてお祈りいただければと思います。オペレーションブレッシングジャパンの緊急災害支援を担当しています湯下重則です。宮城県仙台市泉区になります。夜だったんですけども、急に揺れ始めて、いつも余震みたいなのがあるのでそんな感じなのかなって思ったら、だんだん激しくなって、長かったですよね。で、10年前の東日本大震災のことをもうすぐにフラッシュバックして、もう一言、怖かったです。家の中の棚にあった本が倒れたり、机、テーブルの上にあった備品とかが倒れたり、あと、キッチンの洗い物とかもひっくり返って、包丁とかが投げ出されてるような状態でした。あと、家の中でひびが入って、そんな感じですね。建物とか、外の周りとかで大きな被害があったり、水道、ガス、電気とは大丈夫でした。ですぐにヘリコプターが飛んでくるような音が聞こえてきて、自衛隊なのか、テレビなのか、ちょっとわからないですけども、そういう動きは感じました。私はいろんなところで各地、行政関係とかいろいろ連絡取るとかがあったので連絡してたんですけど、早い段階で緊急的に出動することはなさそうだと判断したので、私自身は礼拝に行くことができて、皆さん、教会の方々も、党からの方もいましたけども、礼拝に参加される様子でした。私たち今、宮城県仙台市を拠点にして、で、あとサテライトとして福島県南相馬原発被災地ですね、そこでも支援活動を続けているんですが、常磐道が土砂崩れで、通行止めになって、東北自動車道も今通行できない状況みたいなので、宮城県のあたりと、あと福島県の方と、両面でこう、情報収集をしている段階です。特に、フォーマルでない部分ですね。インフォーマルな部分で、その支援から取りこぼされてしまうような方々、やっぱり情報が入ってこない方々をメインに今調査をしていまして、例えば、町営住宅とか、市営住宅とか、そういうところに、ちょっと、スタッフを派遣して見回りをしています。それと、あと、日曜日ですので、福祉関係施設に、
まあ、職員の方がいないということが想定されますので、福祉関係の方々にちょっと連絡を取って、例えば在宅で介護を受けている方々に見回りの支援とか必要ないかというようなことを聞いています。で、大体まあ 2,3 日分の備品はあるということなんですけども、それが尽きるような場合、例えば水が止まっているとか電気が止まっていった場合、そういうところにちょっと物資が必要になる可能性もあるので、その辺の動きを今確認しているところです。あと台風19号で被災した丸森町、私たち仮設住宅への支援をしているんですが、そちらの方の見守りも、今連絡を取り合って、しようと行おうとしているところです。おそらくですね、この10年の節目ということで、みんな一区切りつくっていうようなところでのこの大きな地震だったので、おそらく怖くなっちゃった方、心が折れそうな方ってたくさん出てくるような気がします。特に子どものとか、まあ高齢で独居の方とか、本当にこう心細かったり怖かったりしてると思うので、そういう方々の心が守られますようにということと、そしてそういう一人一人を気にしている、また支援しようとしている方々がいるということを伝えてあげたいなという気持ちがあります。そして、やっぱり手が届かない、支援が届かない方々のために私たちできることを探していますので、どうぞ応援してほしいと思っております。